皆さんどうもこんにちは、メイトースです。今回はバイオプロトタイプ、そう内臓をつなげて強くしていくタイプのバンサバライクのゲームがね、なんとチャーが出るということでね、いやもう楽しみで仕方ないなと思ってるんですけど、今回はそのゲームの体験版を遊んでいこうかと思います。いやこのゲームね、むちゃくちゃハマりましたからね、やっていきましょうか。でこれデータがね、全部ねなんか4つも並んでるの、なんだこいつでやってんのかよと思うかもしれませんけど、なぜかおとついやろうとした時にはなぜかここ扉とかあるんですよ。ここ入った瞬間に毎回フリーズして、何これってなったんですけど、いやさっき確認したらここの画面行くようになったんで、マジかと思って、もう内臓も狂気乱舞しながらね、まあやろうかといったところですね。本当にびっくりしましたね。なんでこんなエラー出んのかなっていうか、もう絶対ここで画面が安定してフリーズってなったんで、まあそういうことがたくさんあったんで、くそーやりたいのにと思ったらアップデートできるようになりました。はい、というわけでおかえり。探さなくていいよ、君の脳の中にあるマイクロチップを通して話してるんだ。何今回ストーリーやんの、もしかして。僕を責めないで、僕だってこの状況は予想外だ。体の CPU、 とにかく新しい体を、ごめん生体がないのを忘れたよ。拾った反応体を手術台の上に置くんだ。君を強くしてあげるか。何これ何これ、何これ。今回なんかそういう系、おい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 、なんだこれ、アップグレード要素ありってこと。いや前もあったけど、一応なんかね、なんとなくは装置だけ入って横にやって痛くしないから。痛いんだろそんなこと言って。入ってみるか。こいつはすごいな。君の体は特殊な構造をしている。この体に他の生物の器官を移植することで、さらに潜在能力を引き出せるかもしれない。今日はついてるぞ。予備の器官がいくつかある。脊髄と前足を移植してみようじゃないか。ああこれね、前あれかやってたやつか、一緒か。なにこれ、脊髄、あこれこれね、これ入れた後につながる系ね。はい、完璧だ。脊髄は一定時間ごとに前足を発動してダメージを与える。チュートリアルついてるやん。今度は前足を触覚に置き換えてみよう。そうこういうね、機関を捧げていくゲームなんですよね、このゲームは。いいぞ、もっと機関が欲しいだろうから、エレベーターに入って新鮮な機関を探しに行こう。 OK、 エレベーターこっちにいるのか。幸運を祈る。戻っていったらまた世話をしてあげるから。あ、こういう系ね。はいはい。で、これで経験値を取りまして、の、いやーこれだった、これだった、確かに。なんだあの手のあのカニオバキみたいなやついないけど、なんだこれ。あれなんか全然レベル上がんないな。あ、今回ちょっとそういうやつ出てくるんだ。へえ、いいね。加速とかがあるわけじゃないのか。ビクトリー、これね。うん、いいね。お、レア度が高い。チュートリアルだからか。おめでとう、綺麗な前足を手に入れたね。この2本の前足を体に移植してごらん。面白くしてあげるよ。興味津々なのは分かるが、任務終わらせてくれ。了解。これね、これをで、こうね、で、こことこうやればいいわけね。前足のダメージ数値が変わったことに気づいたから。何ですか、え、変わったの。ここで効率の概念を説明しよう。神経と脊髄はどちらも発動器官だから、それぞれの効率は異なる。ああね、ここそうだよね。左側の器官の効率が異なるため、2つの前足はそれぞれ異なるダメージを与えることになるんだ。効率は器官の他の属性にも影響するが、詳しいことは自分で調べてみてくれ。仕事の時間だ。今はこの辺にしておこう。反応体を見つけたら僕のところに持ってきて。あ、これね、どうしようかな、これね。そう、ここの説明書いてあるんだよね。いや、いいね。まあ、なんとなく、体がなんか変なも入ってんだけど、何これ、何これ、何これ。あ、こういう感じ？だいぶ変わったな。何これ、これ何だの、待って。
ローグライクって感じあれか。あ、前と違うわちょっと。前ねダダピルヘでね延々こう走り回ってたんだけど、今回から強化パーツでやめるんだ。ということは巨大ボスいるんじゃないか。おい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 、楽しみだね。いや、いいね、こう内臓をつなげる喜びいや、これが楽しいんだよね、本当にバイオプロトタイプは。だいぶでもなんかね、バンサバライクでありながら、なんだろうね、いい感じ進化してるね、本当にね、このゲームは。なんかめちゃくちゃ馴染みがいいんだけど、なんか斬新な感じがすごい。おーおー、めちゃくちゃ撮ってる。お、これが今回期間か。何期間だったんだろうな。これなんだ、データチップ、ハイビルのボス戦アクセスするためのリソース。え、やっぱボス戦いるんだ。驚いたよ。思ったより早く反応点を見つけたね。これで、ね、下のスペースが使えるようになる。この反応点をテレポート装置に設置して。設置していいんですかこれ。何これ、すごっ。地下には射撃場がある。実験に出る前に何度でも機関の性能を提出してビルドを調整するという。それもあるんだ。まあでも本番食べさせ好きやけどね。ダミー人形は僕が修理するか心配じゃないよ。そうか、いや一回見てみるか、どんなもんか。あー、こういう感じだ。え、これなんだろう、ここはまだか。あ、ここにボスなんだ。完全ステージ制になったわけね。やばい、これがよくわからねえ。この充電ちょっと見てみようか。これ回復かな。なんでこれ、あ、お、なんだ、しばらく乗っとけってことか。あ、なるほど、時間前に乗るってことか。一定時間乗ることで移動して順番に出していけるってことね。オペレーター、これを説明してほしかったわ。ちょっといや、でもこれ完全起動するまで乗ってんとダメなやつね、これもしかして。あ、そういう系だ。なるほどね。このね、円の外まで行って、なるほど。いや、大変そう。だって、これは結構大変そうな予感がしてきた。やばい、火力薄いから、待って。おい、ちょっと待って。実は結構大変なことに気づいてしまった、今。これ、マジで。内臓器官弱いと積みそうだな、これ。だって上に立ってるって結構これと大変だもんね。なんだ、謎のエネルギー物体 X を手に入れました。それではお家に帰ると思います。で、あー、なるほど、これ階層でね、どんどん前に行けるんだ。なかなか歯応えがありそうじゃないの、これは。ちょっと内臓器官ちょっとあれだな。いいやつ欲しいな、そろそろ。やっぱこうね、バイオプロトタイプといえば、あの派手ななんかもうね、いろんなものが飛び交う内臓爆裂パーティーが面白いからね。入るとこそこ行きたいね。おっとっと、危ない、ボスね。
外に射程あるんだ。見た目以上に射程が長い。おもろい。で、これで OK か。お、なんか今ゲットしたな。ないぞ。いいね。怠け者職種。バッテリーなんなんだ。あ、今気づいたんだけど、ずいぶん細胞が溜まったね。溜めてきたよ。いい場所を教えてやろう。反応帝国へ。ここ？何これ？あ、コース上げるんだ。じゃーん！種族室が完成した。棚の上には真っさらのホログラフィック分子プリンターが並んでる。この装置ね、機関を出力できるんだ。マジ？棚の機関が気にならない場合は、リロードボタンで更新することができるよ。ただし、リロードするたびにコストが上がっちゃうから慎重にね。一通り実験を入れると、コストがリセットされば無料でまた利用できるようになるよ。また、出力数もアップグレードできるよ。アップグレードされた分子プリンターでは、高品質の機関を作れる可能性が高くなる。念のため言っておくけど、この機関を設計したのはバッテリーが欲しいからじゃなくて、君自身を強化するためだからね。本当か？まあ買ってみるかじゃあこれ。修理して、あ、これ買えるんだ。はいはい、これね。どうしようかな。前足。巨人の前足でかいな。え、一個買ってみるか。一回利用してみるか。どうしようかな。はい。一個受け取って。でもそんなつなげる期間を持ってなかった気がするから。あ、微妙かもな。脳のアップグレードできないのか。脳アップグレードできないか。パスタンスダメージは15か。いや、そんななんか止まりだな。強化できないね。おっと、防水ボスオンか。あと2個か、OK？ いや、普通の期間ちょっと欲しいね、伸びるやつが。OK よ、はい。2回炸裂か沼欲しいな。これでね。はい、オッケー、いいよ。いや、でも敵キャラもだいぶランクちょっとあれですね。前に比べて若干コミカルというか、なんか絵柄変わりましたね。斬新さがあっていいな。やばい、ちょっと待って、敵を処理できてない。ちょっと待って待って待って、やばい、内臓の強さが追いついてないかもしれない。はい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 、よくないですよ、これは。追いついてないのは、追いついてよくないですよ。 OK 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 OK。 さあ、ここか。あ、これあれか、進化素材ね。進化素材のリロール素材か。普通にちょっとあれですね、あれ欲しいですね、アイテム取る方。時間がちょっと足りてないかもな。さあ、ただボス戦もあるらしいんでね、ちょっとヘルスは高く保ちつつ警戒しながらやりたいところだね。たた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 、まずか。ベロで叩いてやるよりは、
こう打ったところがなんか生えてくる方がまあこれいいですよね。やってる感じ。いいよ。新しいなんかもらったね。今回なんだ。お、なかなか強そうだね。いいよ。巨人の前足強い気がするんだ。君とここの装置を再稼働させると、この基地の建設を計画していた頃を思い出すよ。え、何？こいつは仲間かなんかだったの。もともとは僕も自分の体を作り直す方法を考えないとな。ごめんよ、喋りすぎたみたいだ。手術台のアップグレードを進めよう。もしかしてマルチプレイ対応になったりするのかな。ということは手術台に強力な機能を追加したんだ。なになに？一つ目はリサイクル機能で、不要な機関をリサイクルして細部に変換できるようになったよ。不要な機関を選択してゴミ箱を押すと細胞に変換される。二つ目は細胞を消費して新しい脳を増やすこと。三つ目は細胞を消費して脳の容量を増やし、より多くの機関を移植でき、ああこれ欲しいな。半導体あと100個くれたら宇宙船だって作る。マジ冗談だよ。まずはこの機器を修理するのも無理だ。きたきた。いやこれだよね、やっぱ脳はね。うん、いい。これを待っていた。はい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 。こうやって、これは115発射弾数クリティカル。はーん、なるほど。2万。高高すぎやろがい。どんだけ。いやそうそう、いやもうこれで、おお、巨人待って待って、え、完全体になるんじゃない、これ手足つけたら。今前足2本、後足2本で、いやこれ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 。いや待ってた待ってた、このゲームの面白いところ、このなんといいなってて、なっちゃってて、なんかあの炸裂さみたいなやつものすごい届いてんじゃん。足速いのにな。はい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 、いいよいいよ。巨人の手いいな、だいぶ強くなってきた。よし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 。なになに、え、トロピカルなんかアルケミーフラスコに出てくる。なにこれ、これなんなの、初めて見るかも。これなんだこれ。あ、あーなるほど。え、ギミック増えたな、バイオプロタイプ。でも今回ストーリーもありそうだしな。待って、うそじゃうそじゃうそじゃない、これこれこれ。あ、この円の中でいいんだ。オッケー、じゃあ楽な。毎回出てくる、マジ毎回出てくる、マジ。あいつちょ待って待って、それは話が違うんですが、どうしてゴリラ出ていった。ちょ待って待って待って、何ゴリラ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 ノーゴリラでスピーシーチ。まあ俺も今右手にゴリラみたいな手に返ってくるけどさ、やばい痛い。ちょっと待って待って待って、やばい、たどり着くか、頼む、たどり着いてくれ。いやー攻撃が激しいよ。ちょっと待って待って待って、もう一回、そうそうかそうそうか、いやいや、もう一回来るか、いやもう一回来そうだな。 OK 3、2、1、K。 よかった、マジで。でもれる、あーおーおーおー、海賊くん、モリモリ、海モリくん。いや、まだなんかアプリなんだ。なに最高級の補正、わお、新しい半導体か、いい仕事っぷりだ。次のミッションは機関に補正を加えることだ。補正を加える。ではこの半導体を手術台に設置して
変異装置を作動させよう。どこどこどこ、ここ、変異可能な期間を選択すると変異ボタンが表示される。進化ってこと？変異ボタンを押すと変異期間変異モードになる。変異モードでは実験中に集めた様々な試薬が表示されているんだ。試薬を使って期間を変異させ特殊な効果を与えてみよう。わお。ただし変異は期間の耐久度を消耗するように注意が必要だ。耐久度がずれると期間は変異できなくなるんだ。早速新しいおもちゃを試してみよう。マジか、そんなのあるんだ。これか、補正か。耐久度が足りません。あ、これダメなんだ。あ、これで試せんだ。はい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 。スノー。何これ、うわー、どうしようかな、迷うな。これ1個やって、これ消して、あ、これでね、で7個になっての、はい、持続時間が、あーね、待って待って、持続時間か、なんかないか、持続時間があるやつ。いやー、なさそうなさそう。いや、そうだよね、これだ、これ系じゃダメな、ダメってことだもんね。まあ、とりあえずじゃあこの7個飛ばすやつか、これ変異させてみるか。はい、変異。耐久性ゼロ。え、耐久性なさすぎじゃない？これ耐久性20か。OKOKOK。じゃあこれで、ね、変異ね。なんだ？何が入った？だって今何が入った？これか、待ってて、持続ないのか、1秒か。持続結構ないな、こうやって見ると。農家数1で、はい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 。あ、これ変できるぞ、OKOK。これも。効率がね、おお、ティア4、あ、こういう感じか。はい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 。これでね、どんどん良くなっていっちゃうわけだ。けどあんまり変異しないんだけど。ちょっと待って、え、変異少なくね？どこと繋がらないもんね。そうだよね。いやー、今回なんかしょっぱいな、そう考えると。耐久性ほぼないんだが、ちょっと待って待って待って、もうちょっと入れてくれんか。まあこれはまあまあ一流とかじゃ変異してるから、
ちょっと少ないな。ちょっとヘインさん少ないですよこれ。まあまあ行きましょうか。じゃあこれで、え、なんだ、お、いきなり大気持ち悪いよこいつ。アースシェイカー、俺は結構強いと思う。なんだなんだなんだ、あ、モンスター生み出す系ね。はい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 、機関生み出す系ね。今何当たった、弾めっちゃ飛んでいってるよく見たら。え、待って待って、何それ、え、何それ、あ、何それ、危ない、あっぶね。よく見たら結構こういうとこ多彩だね君。オッケーこれまずいか。オッケーなんで手が入っていたの、なんだ、第二形態か、赤くなっていったね。おい、第二形態攻撃なかなか豪勢な感じでいったな。オッケー。いや、なんかぶっちゃけザコ出すのが一番しんどいわ。いや、待って、やばい。ボス戦結構大変。おお、出る。よし。いや、今回そうだよ。なんか、部品が少なかったんだよ。なんか知らないけど。少なとってたから。いや、これ、何これ。アーシーカの触覚？ああ、ダメージ結構違うね。クリティカル 30% に比べてあるんだ。いいな。何これ。バーサーカー遺伝子。何これ。この反応体は有効に使おう。アップグレードルートを計算してと。バイオザラがいいかな。強力な遺伝子モジュールを搭載してるんだ。ここか。ここにあるわけだ。行ってみるか。はい。入って。ここでバイオザラを使って遺伝子を埋め込んで自分自身を強化する。ああね。遺伝子を埋め込めば特殊な能力を手に入れることができる。ただし遺伝子を埋め込むとスロットを消費する。消費量が遺伝子によって異なるので注意が必要だ。つまり強いやつほどコストが高いってことね。不要になった遺伝子は遺伝子断片に分解してリサイクルすることもできる。新しい遺伝子は遺伝子配合器を使って断片から配合すればいい。今日はここまでだ。気をつけて。ゾム、移動速度が強いな。え、なにこれ。ガーゴイル。あー、強い電子か。はい、待って、そうだったらやっぱ強いやつでしょ、やるんだったら。なにこれ、なんかさほどいらねえ、そんなゲットしかんです。あー、今のところがあれか、限界か。まあそれよりもここでしょうね。ゾンビの前足どれだ。これか。で、ここも。さてさて、これなんだ？バフ！はい、血管の数ね。いやー、これでも。
これよ。あ、これつながれてねえんだ。悲すぎる。まあ、巨人の前足いっといての、どうなんだろうな、アースシェイカーは触覚が強いのかどうかっていう素朴な疑問もあるな。有効範囲これめっちゃ多いけんなって考えると結構強いのかもね。まあ、これでいってみるか。あ、ここは何、何回も行けんの。あ、違うわ、さらに上があるんだ。オーケーオーケーオーケー、ついするね。あ、予測だいぶ早い。いや、これ機関ちょっと欲しいよね。ちょっと機関取りに行こうか。よし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 。おい、おくさい、え、急に急に半端ない弾幕ゲーム始まったんだけど。今ミシンも想像してなかった。今なんかホーンって顔してたわ。そういう感じね。ちょっと強いんだけど、同時に3匹は結構びっくりするね、本当に。いや、結構でもあれですよ、ステージによってキャラクター変わってくるんだ。いいじゃないですか。なんかこの首なしのなんかあの胴体が動き回ってるやつ、なんか前もなんか似てるの見た記憶あるな。ちょっと待って、いや、ムカデちょっと怖いなこれ。あとあとエッグ、いたた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 た、なるほどね。しかもこれ弾当たったら跳ね返ってくるんだ、壁に当たったら。そういう仕様もあるわけね。オレオレで、これが遺伝子ですね。さあ、これか。いや、これちょっと大丈夫かな。これ良くなかったかもな。こっち行ったの、めちゃくちゃ不安になってきたな。ちょっと待って、あ、危ない危ない。いや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 、ちょっと待ってて、ちょっとちょっと待ってて、これまずい、これ待って、これちょっと待って、これ結構うまくやんないと、これ待って待って、え、強い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 、いや前に進まない、これちょっと待って、ちょっと嘘でしょこれ。前に進まないやばいんだけど。やばいな、マジでやばいっすよこれ。ちょっと進めない、進めない、前に敵が強くて前に進まない。ちょっと待って、まずいですよこれは、さすがにまずい。せめてちょっともう少し、もう少し優しみを感じたい。やばすぎ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 、いやいやいや、ちょっと待って、いや、敵敵敵敵、あ、待って、これ切り抜けるか、あと4回ぐらいか。いや、もうちょっと待って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 、心配なんだけど、あれ、あ、体ごとに、あ、何、あ、失ってないんだ、物は。一応戻ってこれはするんだ。はい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 、戻ってこれはするけどって感じか。いやー、でもこれなかなか難儀だぞこれ、多分だが。
なかなかの難儀やぞこれは。割とむずい系だったか。はい、防御力94。いや防御力かますとか。ゾンビの燃やしよくわかんないけどね。あ、神経かこれ。いやでも1か。血管の数1だけど、いやこれプリントアウトで、どちらかといえば血管。あ待って、おい待って、いや巨人の足はあるよ。よし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 、これ積もったんじゃない、さすがに。ダブルハイパー足ドスン攻撃きました。やります。でもあれはちょっとやめとこう。あれ多分結構余裕ないと無理な気がする。いやこれも結構やばい気がする。ちょっと待って、どっちにしてもやばいような気がするけど、いやいや待って待って、誰もなんぼかマスかもしれん。そこそこハードな気がするんだな今回は。よしよしよし、危ない危ない。火力が足りねえか。3回を見越してやることを想定しておけばいいかな。やっちまった、もったいない。そうだよな、この経験値も稼がんといかんもんな。やばい、またちゃった。嫌な予感がする。マジ出てくる瞬間結構あれ強いだねこれは。割と出てくる瞬間ちゃんと遊んでいかないとやりますね。で3ウェーブが終わったら若干ちょっとマシになるかぐらいかということはあれですね。まあそこは無理してる。そうだね、ほどほどにしておきながらやるのが楽な秘訣かと思いますっていう感じ。想像より全然大変ではあるけどね、やってる感じ。さあ、そうそう来るか。オッケーオッケーオッケー、あと遅いです。オッケー。さあ、何が出るんだこれ。あーゲノムも欲しいけど、まあ、とりあえずこっち行こう。さあパンチ2個ねんの面白いのよくんだろ。ドンって感じだな。いい火力になってる。敵をしっかり撃滅してくれてる感じはあるんだけど。打ち滅ぼしてくれてる本当に文字通り。やっぱ破裂系ってかあれですね、地面系の設置タイプがないのがやっぱりちょっと辛いかといったところか。あれなんかユニコーンのやつですよねこれ。まさか何か消化できる新しい。かーん、いたた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 、待って。
あぶねー、あぶねー、マジで。お面、なにこれ。あ、人でか。真を知るかす、あー、お面だ。完全に移動 7%。 はいはい、アイテムのレア度が上がる。でかくない？これもね、はい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 。ゾンビのあれ欲しいな。いや200か、200ちょっと高いな。あ、来た。まあこれでしょうね。まあこれでしょうね。これはツモ、もう大好きな機関来ましたよ。これアースシーカー、なんかあんまついイメージないけどね。でここに、脳の容量を超過してる。マジ？あ、そんなのもあるんだ。え、これ3コストってこと？本当に脳消費量3あるの？え、つんよ、消費量。なるほどね。そういうのもちゃんとあると。いやー、とこれ変異させる。まあ、言ったら使いすぎたもんだもんな、これね。まあ、でも7コストなので、まあ関係ないか。いや、どうしようかな。こうするか、こうして、で、待てよ。あ、あ、これ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 、これ入れて、で、どうだ、これでいっか、これでどうだ、割と強いんじゃないか。師団が、ゾンビのなんかシリーズがね、結構持ってるから、実はゾンビシリーズが欲しいんじゃないか説はあるけど、ちょっとむずいね。お、待って、体が毒になってる。ちょっと待って、毒吐くぜ、毒吐くぜみたいになってる。あれ？体が毒なんだっけ？いや、入ってる、毒入ってる、毒入ってる、毒入ってる。あ、いや、ぬ、いや、なんか違うな。俺の想像してた毒ではないかもしんない、これ。あれ？どういうことだって、カマキリチャンピオンみたいなやついるんだけど。どうした、カマキリ。お前のアイデンティティはカマだっただろう。カマにグローブをかぶって、どうしてしまったんだ。火力低ない？むちゃくちゃ火力低いって言ったんです俺。いやー、まあまあゲノム行こうか。欲しい、遺伝子が欲しい、本当に。もうなんかソニックウェーブって何なんだろうな、これ。なんかが出てんな、これ。なんだ、
ょっと申し訳ない、周りがちょっと弱くないか、なんかコスト3には見合わない強さに気がするな。俺選んだのが良くなかったのか。あ、やめた。さあさあさあ、敵を挟んでいたー。ちょっと待って待って、え、あれ敵の攻撃よ、もしかして。ちょっと待って、あれ俺の攻撃じゃない、もしかしたら。うわー、右はちょっとなー、きそうだなー。あれを炎上しとこう。シンプルに辛いとこあるな、あそこは多分。今んとこちょっと巨人の手弱いな。あまり役に立っているとは言えない状況なのがちょっと面白い。これじゃないな。もう一声欲しいとこではあるが、やばいやばいやべ、あと2発終わっちまう。やばいやばいやばい、待て待て待て、やばいやばい、やるね、まずい。よしよしよし、お、来たね、鉄合パーツ。ムカデの触覚強そう。ムカデの触覚は本当に強そう。え、なんかいいしめっちゃあるんだけど。おい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 、行こうか。200の壁、同じ脳にある心臓から子孫の基本ダメージプラス15ダメージ。え、強っ。脳に隣接する期間の53ジャンプ。強い確信。恐竜、あー、クリティカルボーナス、プラス 10%。ほう。ゾンビはそもそも持ってねえもんな。外すか。いらねえじゃん、よく考えたら。クロコダイル。いろいろあるね。いいじゃん、面白いな。さあ、お金はほぼ、いや、これ、これいらないわ。待って、本当にこれいらないわっていう、なんかめっちゃ普通の感想出た今。いやー、ちょっとここあれかな、見てみるか。プリンター15。いやー、これなー、いや待て待て、これアップデートやん。おいえい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 え、これでアップデートして OK。 狼の暴行、敵を倒すとワンチャージ獲得する。はい、攻撃が敵だとワンチャージ獲得する。チャージ足す。ああね、チャージ上限600で、はい。これ、沼じゃないもんな。カワウソの暴行、はい。毎秒2チャージを獲得して、チャージ上限に達すると全チャージを消費して民の期間ね。いやー、どうなんだろうな。持続ダメージは強くあるが、なんか今一つ効果を発揮してない感じなんだ。螺旋状の、いや、これなんかもうあれが強そう。名前が強い。アースシェイカー、どうなんだ。アースシェイカー君、君どうなんだ。まあ、巨人の前足いっとくか。で、敵に攻撃が当たるとだもんな。オッケーオッケー。あ、そうか、ここを進む気か。いや、目ん玉があれか、使えないのか。
はいはい、神経ね。いや神経が爽快だとめっちゃするんだな。神経が結構良くて、これが、あ、なるほどね。これあれか。なるほどなるほど。つなげれるやつ持ってかんとあれかダメか。いや、それだったらこれして敵を関与するか。医療機関をね、はい、倒すのに関与するとだから、まあ多分まあ結構関与してくれることを祈って言ってみるか。それでこれ発信者にあるか、下が結局いっちゃうのか。そう思うと若干微妙な感が否めない気がするな。いや、そうだ、これでいってみるか。よし、ブリブリパンサーマン行きます。脳を育てよう。まずはブレインアップグレード参ります。オッケーオッケーオッケー。多分これだったらそこそこの強さに消すんだよね。今なにこれ、え、ちょっと可愛いけどなんか気持ち悪い。なんかこれなんだ赤血球くんか、なんかこれもしかして。いい感じ、アップグレードはなんか進んでいったぞ。これだいぶ強くなっていったぞ。大事だよなこの中の、あ、クルフタッカー、何と何をつなげるかですね。うん、いいね。糸強し、今だったらこれもいける気がするんだ。さすがにもう負けないぜ。このここにはね、今もうほぼほぼ最強期間ですよ。今私の考えれる中ではね、もう敵も声出てこないね。これ完全に、いや出てくる、全然出てくる。やばいやばいやばい、あいつやばいやばい。油断するやめよう。いや強っ。なんか回転してる期間はいいな。螺旋状、あ、ムカデかこれ。よくないよくないよくない。ダメージは贅沢。だって今ほぼ戻っちまったのは本当にクソなんだが、ちょっと悲しすぎるな。どこまで戻っていくんだいって感じだった今。いや違う違う、戻るんじゃ、戻るんじゃねえ。前に進んでほしいんだ今は。頼む頼むぞ。いやー、でもやだ、俺はここから出ない。何があっても出ない。たたた、出てしまったもん。いや、これ報酬何だったかな。なんかなんてなんかあんま出た覚えよう記憶がないんだが、絶対いいもんだろここのやつで。明らかに他のと比べてなんか辛さが5倍くらい辛いもんな、やってる感じ。というか俺が弱いだけさもあるけど、いやいや、それでも辛い。これはだってね、敵がいきなり遭遇してくるプラスそこにステイしてちゃんと物滑るよってもうありえねえもんな。やばいやばい、オッケー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 、勝った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 。よし、あ、ヘイはちょっとあれだな、もっと使い捨てするするぐらい気持ちいかんじゃないのな。ゲロンはなちょっといらない気がするな。どちらかというと期間が欲しいね。神経とか、あとは金、ブラッドという名の金。ブラッドポイントが多分脳みそを育てるから、基本的にブラッドポイントを取りに行くっていうのがなんかアンサー気がするなと思うね。結局その期間があったりとか脳の強さがあったとしても容量がなかったらそうそう入りこないもんね。
そこら辺考えるとね、脳容量バッチリ増やしていきたいとかあるね。ムカデに行こうし、あ、ちょ、ムカデこいつやん、よく見たらよく見たら顔こいつだったわ。お、今回期間多いな。最大体が 15%、 いいね。脳に隣接する期間、いやー、いってみっか、どうなんだろうな。カメの暴行、毎秒2チャージ、チャージ上限に達する、チャージが2本、はい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 、毎秒に1回か、全チャージ消費して右の時間をする、おう、350% か、悪くなそう、え、成長が早すぎるよ、そろそろあの設備を立ち上げる声やる、おお、まだお前喋ったのか、行ってみるか。なんだ、資源が増えてくると、機関の配置、いわゆるビルドがどんどん複雑になってくる。そうだね、頑張って構築したビルドをライブラリーを利用して保存できるんだ。保存したビルドは後で適用したり他人共有したりできるぞ。いろいろなビルドを作って楽しんでみよう。マルチプレイができるってことね。はい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 、まあ別にこれ、まあ、いらないです今ね。2万ポイントまで貯めてからやった方がいいかこれ。さあどうだ、15、21、15範囲、はい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 、まあそんなにないか。ミュータモンの子孫、うん、まあ別にじゃないな。クリティカルダメージが 14%、 いいね。移動速度はだいぶ上がって、心臓の横のやつか、心臓持ってる心臓なくないか、今更だが。膀胱と肺はあるけど心臓なんて持ってねえぞ。つまりあれ全く意味がないのでは。あ、これ、膀胱につながるテープあるか、膀胱につながるテープ、膀胱、膀胱、膀胱はちょっと持ってないか。これは？いや、つながらないね。膀胱くん足りない説あるか。なんかないのかな。あったわ、ミュータモンか。繁殖力、はあ、変身を生成する、変身動けないしダメージも受けない。これなんだこれなんだ、なんなのかわかんないけど、一回作ってみるかなんだ、動けないって意味あんのかそれ、逆に逆にあんのかこれ全くないような気がするんだが、もしかしたらこいつが未来を作るかもしれない。何これ、繁殖力が1万、繁殖力、繁殖力ダメじゃん。繁殖力どこだ、どのパーツについてんだ。あー、これはちょっと無駄金だったか。こいつよく貫通無限ついてるやん。
これどうだ、仮想周期 1.34 333 2.88 仮想周期入るとたまーつよもんね、大抵ね。どうしたものか。耐久性変異無効だもんね。これどうだ。お、耐久性最高ティア出ない星を全て選んでも、ああね。で考えると、あのこれでコストじゃ1個上げて、被弾期間が無敵の敵、ああ無敵の敵ね、当たった場合、はい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 、じゃあこれでこうすればええんちゃいますの思ったが、こっちの方するか。これどうだ、いやでもなんとも言えんな。なんとも言えんな。なんか強いのか弱いのかで言ったらなんかなんとも言えなくて、あーオッケーオッケーオッケー。その暴行につながるパーツ欲しいとかあるな。オッケーオッケーオッケー。まあとりあえずこれぶつけていくか。でも最初に来る神経を強くしたいところが大きいかもな。もしくは当たったやつに毒をつけれるやつか、どっちかだな。毒を単品で置く暗殺持ってない気がするってな。うまいことまとめたいとかあるが、さてさてどうなるか。あの敵硬いんですけど、ちょっと待って待って、大丈夫ですかね。ちょっと不安になっていった、ね、今の硬さ見てるか。うわぁ、ちょっと右はちょっとやめとこうかな、左行こうかな。シンプルに粉砕されそうな気がする今回。おいと思った。あ、いや、すごかった。いや、あのもじゃもじゃが強いやつか、これもしかして。しまった。うわー、これこっちか。そうだ、もう一回これ。え、モジャー強すぎない。ちょっと待って、え、ちょっとモジャー強すぎない。モジャーちょっと待って、モジャーおかしいだろ。こうやって見ると全然火力強かったわ。さて、なんかこれ回避プラス24、防御力 13%。 脳に隣接すれば普通に追求するな。で移動速度も強いよな。の同じ脳にある心臓の数だけは、多分心臓がないからそもそも意味ないね。いやー、アイテムレア度上げるのも強いけど、脳4個つ、脳4個、脳4個、あー、ただ脳、脳4個待って待って、脳4個、一瞬今俺の頭がおかしくなったよ。脳4個っていう文字、今脳って思った。ちょっと待って、脳4個はなかなか、あ、待って、何これ。あーね、暴行か。いや、暴行の数増えたら強いんじゃないか。いや、すごいな、あのね、これはなかなか。スライムの蝶、
はい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 。まあでも逆にこれ、いや強いよ、強いんだけど、これでもなんだ、全部短冊になってるのかその場合。いやー、どうしようかな。そんないっぱいさせるのはちょっと話別だな。膀胱効率、はいはい、3秒1回、はい、2.85。これスライムが毒で置けるってことか。でこれ腸になっちゃうもんね。これ強いか。これ強いか。一定期間ごとにミード期間のバフデバフ効果を数回する範囲効果。ああね。強いかこれ。でも攻撃が足りてないよな、そうなってくると。あ、神経ね。はい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 。いや、どうなんだろうね。なんだこれ。そうで、あれ、よくないか。でもこれ5だもんな。5で、こうなってて、ここも、そうだよね。ああ、スライムの超強いな。強いけど、あ、ここに刺すか。じゃあファストダンス、で超。つながんのないんだ。腹か。あ、これちゃうか。いい、いいんだけど、やっぱり火力、いや使いこなせないなこれまだ。まずお前ですね。はい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 。いやー、ちょっとあれだね。これいらないかもな。正直つなげるほどのものを持ってないね。過去遺伝子強いけどね。相当強いと思うんだけど。やっぱりその完全もう能力暇されちゃうな、その場合。なので脳の期間を増やすやつ、多分これの方が多分今だったら効率いいかもしれない。で移動速度か 15% アップ。15%? あったあったあって 15% ってマジ巨人の前足横は超強いと思うので、まあ足の速さには勝てんか。しみじみ。さあ、で、これで待てよ。で、ここに、はい、毒置くと、やかむき。で、こっちは、
まあ、巨人と、150%ね、100%、200%。関与するぞ、な、関与するかも、こっちいいか。で、これをこっちはめての。もう一段階ノーアップグレードできればすごくいい感じか。でもこれだったらもうこっちいいもんな。で考えると、あ、ここにはまるべきはこれだな。これで、はい、ノーを入れての、アーシェイカーか。アーシェイカーちょっとあれだけどね、まあ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 、変異であれか、ぶち込みは強くなるか。OK。で、これは変異はできないもんね。耐久性他あるかなんか、ないか。あ、これ耐久性あるね。いいね。すべてを変異。19、31、30。悪くない。これは最低値を1段階上げる。はい。ランダム化する。補正を追加する。補正追加入れるか。あ、待って待って、こっちの補正なんだ。これをつけるか。補正が無効。無効するない。残念ですが無効ですね。よし、いや、だいぶ強いと思う、今。さあ、やろうぜ。この力を見せれずに来たんや。うん、強いのかよくわからんな。いや、でも強いような気がするな。沼出せてるからね。沼が出てきてるので、ボスに対してどれくらい有効なのかわかんないな。有効であればそこそこいい働きをしてくれるか。何分ちょっとあれですね、まだ脳の容量が少ないから、脳を使いこなせてないですよ、あれね。まあ、言うてでも余裕あるからだいぶ楽ではあるな。よしよし。ただそうね、機関自体の強さがちょっと足りない感じがあるから、まあ、そこをなんとかやればいい感じになると思ってるんじゃないかと。足元に出てくるあれですね、筋膜、これ本当にちゃんと見かないと大抵ケツから投げられてね。うん、毒ちょっと弱いな、ダメージ。いや、こんなもんか。あまり出てないのがありそうだな。床がな、2つぐらい置ければね、すごくいい感じになると思うんだけど、まあ、そこらへんがね、やれるかどうかではあるな。よしよしよし。だ、脳に直結させてる神経のやつパーセンテージ上げて、ガンガン1個目打って当てて発動するタイプのやつもう多分強いと思うから、まあ、そこら辺も目指すべきなのかもな。さあね、今回は楽だな。これも次ボスやもんね。そう思ったらボスなりは結構楽だね。まあ
ボスがめちゃくちゃきつい可能性あるか。なんならね、さっきやってた一面のボスなんて本当にあもうダメかもなんとか命からがに逃げた感じだったもんな。まあそう考えると楽しみな反面ちょっと怖さがあるな。さあ何やった？めちゃくちゃ拾ってない？あ、これは恐竜の神経？いや恐竜神経でかいな。恐竜の神経はごつ強じゃないか？試合の期間がクリティカルヒットすると。クリティカルヒットすると待って、え、ちゃんと何指定されてる感じ。クリティカルヒット旋回ってやつか。16%、 はい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 。 19% あれなんだ。24で、で16だ、24ウィリアム多分。あ、そうだよね。13%、はいはいはい。17%。わー、迷うな、これ。10%さすがに弱えな。ユニコーンのレア度、アイテムレア度は欲しいかと思ったけど別にいらないな。それならヘルスを増やしてモリモリ戦いに行こう。94、いやこれ系妙にする。コスト2が割とあれだね、効果約2倍くらいに差あるからシンプルに強いな。あ、きゃ、巨人の前足クリティカル 69%。 おお、耐久性ゼロか。フロストエレクの腹、はーん。足の速度下げる系か、悪くないね。一応買っとくか。さあ、2480か。まあ特につけるものがないと言われたらつけるものもないんだが、これつけてみないもんな。いやー、2秒に、あ、これ2秒に1回か。で考えるとこれはつけた方が得か。0.25 ね、はいはい。 3.06、 はい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 。ああ、ほぼ強いか。発動確率高いな、振り返よう。で、まあ、これはそんないらないような気はするんだが、だが、いやー難しいね。待てよ。あれ？俺巨人の足買わんかった？違う？あ、買ってなかった。でも巨人の足が俺一応その跳ねるから、まあ巨人の足にくっつけてんのが丸にちゃいますかね、さすがに。と思うわけです。
他は特にか。いや、これちょっとつけたいな。これちょっとつけとくか。なんか弱いな。内心ちょっと弱いなっていう感覚を覚えてしまうから、なんか弱い気がするけど、待って待って、なんか出ないかな。神経か。じゃあ行ってみましょうか、ボス。さあ、なにー、すべてクリアしちまった。このタイムボスは他の多くの新しい挑戦にブラッバイオプロタイプ2の完全版で挑戦します。今日の疲労を共有するために私たちの参加してください。いや、ここでということで楽しみですね。いや、ちょっとこれ挑戦したいし、もう気になりすぎるので、これとのプレイはまた完全版ということで楽しみにしていきましょう。というわけで、またよかったら見てください。ミントスでした。いや、早いとこプレイしたいですね、本当に。一体いつプレイできるのか、ほな、お楽しみに。俺も楽しみにしておきます。よかったらチャンネル登録お願いします。またね、バイバイ。